はいどうも、サスノです。いや、しばらくぶりの動画ですね。ちょっとね、しばらくインフルエンザにかかってまして、しかもね、地味に微熱っていうか熱が続く、チクチクと続くね、 B 型っていう方でね、きつかったっすね。やっとですよ、やっとちゃんと普通に動画が撮れるようになりました。去年の終わりですね、メイン水槽に入ってた2匹のミニベタ、ミニベタじゃない、2匹のディスカスがいたんですけど、こうちびっこいディスカスですねは、一応こっちにぶち込みました。サイズ感がね、ちょっと心配だったんですけど、まあ別に大丈夫ですね。ちびっこ同士がね、なんか小競り合いをするんですけど、うん、こうやってね。でもまあ、ディスカスだったらね、よくあるようなことなんで、元気にやってます。ポンタがね、やたら顔がでかく見えますけど。ていうかね、見てください、この、ちょっと前にね、水変えたばっかりなんですよ。ゴミを、水っていうかね、すぐ糞が溜まっちゃうんでね、ゴミを取ったばっかりなんですけど、すでにもうこんなんですよ。これはね、もしかしたら、何でしたっけ、フィッシュレットでしたっけ、あれ買った方がいいのかもしれないですね。もう毎日毎日ね、撮ってるのが結構大変なんですよね。まあ、ちょっと検討してみようかと思います。でね、今日はディスカスの動画じゃないんですよ。一応メイン画面として今後ね、こう使おうかなとか思ってディスカス撮ってますけど、ディスカスの動画じゃないです。今日はね、ベータマンションご紹介したいと思います。はい、全容がこんな感じ。今ね、約4部屋埋まってます。最終的にね、6部屋にしようと思ってるんですけど、今4部屋埋まってます。でね、最初に紹介しておきたいのがこいつね、このおしゃれラック。これがまあおしゃれかどうかはあれですけど、うん、おしゃれラック、これがね、水作から出てるベタコレクションラックってやつなんですね。このダークブラウンカラーとナチュラルの2種類のカラーがあります。ナチュラルの方はね、もう本当に木ですよ。うん、うん、木、これも木ですけど、うん、もしね、詳しく知りたい人がいたら、チャームでね、余裕で売ってるんで、ちょっと検索してみてください。水作、ベタ、ウッドラック。違う。水作、ベタ、コレクションラックみたいので、出てくると思うんで。こっちのね、ダークブラウンみたいなやつの方が、若干安いです。うん、でね、今うちにあるのはこのケースね、ベタコレクションケースの M を使ってます。 M で横置きで3個置ける形になってます。でもちろん S もあるんで、 S の場合は横向きに置くと4つ置ける形になってます。 L ってやつがいるんですね。その L ってやつがおそらく2台ぐらい置けるかと思います。ちょっとね、まだよくわかんないんですよ、概要が。おそらくね、ただ、俺もアクアショップで見たときに、かなりでかかったんで、おそらく2台置けるんじゃないかなと思います。縦で置こうとすると、おそらくもっと置けるんじゃないかなって思うんですけど、これね、これ縦にしようとすると、おそらくね、もっと置けるかもしれないです。うん。一応ね、コレクションケースっていうんで、まあ、多数買えるようにはなってるんですけど、あんまね、こう横から、こういう風に見える方がいいじゃないですか。縦置きだとちょっと干渉スペースがね、狭まっちゃうんで、嫌かなって思います。で、それぞれの
生態の紹介なんですけど、まずじゃあ最初にこいつからいこうかな。これみんな多分かなりメジャーなね、トラディショナルベタっていう種類になります。価格もねかなり安価でね、こいつの場合ホームセンターで280円で売られてました。叩き売りですね、ほとんどね。一番メジャーで一番多分個体数も多いです。でカラーもほんとたくさんの色出てますね。メジャーなのは多分この青いカラーと赤いやつ、赤いベタなんてもうかなりメジャーなんじゃないですかね。でこいつはやっぱりとても凶暴です。プラガットと、プラガットっていうねヒレのすごい短い種類もいるんですけど、そいつと同じぐらい凶暴なんじゃないかな。でもねすごい飼いやすいですこいつはね。でちなみに入ってるのはミクロソリウムとアマゾンフロックビット、でソイルはプラチナソイル使ってます。一応ね水をね毎日変えてはいるんですけど、ちょびちょびっとね。ただねなるべく綺麗な状態にしたいなっていうことで一応ソイル入れてます、はい。で次にこいつですね。これも最近メジャーになってきたかな、クラウンテールっていう種類のベタなんですけど、見えるかな、お、フレアリングしてくれましたね。そうそうそう、こういう細いヒレなんですね。かっこいいですよね。これなんかちょっと恐竜みたいですよね。ラプトル的なね。わかんねえか。うん。そう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 。かわいいんですよね、これね。これピンキリです、かなり。安い個体もいれば、すごい高い個体もいます。こいつに入ってる水草も一緒、ミクロソリウムとフロッグビット入ってます。まあまあフンばっかりしちゃって、はい。で次2階ですね。2階まずこいつですね。これがあの友人からもらった最初のベタになりますね。まず一応20センチ水槽に入ってたんですけど、なんかこのコレクション的にね並べたいと思ってこっちに移しました。で最後がダンボっていう種類ですね。その通り胸びれがでかいんですよ。本当は多分良質なねダンボ個体になるともっとでかいんですよね、手びれがね。もちろんダンボっていうのはねあれですよ、ディズニーのあいつです。うん、あれをイメージしてます。この個体、この個体すげえなまっちゃった。この個体はねあのかなり安価なんで手びれがねちっちゃいです。本当のダンボはねもっとでかいですからね。しかもこの子に関しては左側だけ異常にでかいっていうね。うん、てな感じですね。はい、というわけでベタマンションのご紹介でした。あとね2部屋あるんでね、どうしよっかな。次はプラガットっていうねヒレの短いベタにしようかなとか思ってるんですけど、あともう最後の1部屋をねちょっと決めかねてるところで、まあやっぱり順当にいくとダブルテールっていうね2つに分かれた尾びれを持っているやつなんですけど、まだちょっとね悩んでます。なんかねブラックカラーのベタをどっかで見まして、それがねすごい欲しいんですよ。すごい巻き上がってますね。もう早急にこのフンたちを回収できるやつ、毎日毎日ゴミを取んなくてもなんとかなるようなの、フィッシュレットかな、やっぱり
買おうかな。はい、じゃあまあ今回はねこの辺で終わりたいと思います。またね次回お会いしましょう。それではご視聴ありがとうございました。ではまた。